泉があるよね。和倉温泉だもんな。あ、腰が痛くなってきた気がする。これは温泉に入らないといけない気がする。ついでに温泉セットは持ってきている気がする。いやいやいや、そんなね、慌てられたこと言ってられませんからね。まだ先は長いですからね。温泉、まあ、やぶさかではないけど、まあ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 、まだ頑張りましょう。ね、よし。いやー、大変ですね。すっかり入ってきてね、車内ちょっと暑くなるっていうようなね、感じになってきてね、さあ、暑さ対策どうしようかなと思ってたんですけど、でもなかなかね、びっくりニュースが飛び込んできましてですね、まあ、まず一つ いいのはね、この先、やっぱね、その、七尾までね、その、高速、使って、自動車道ってなってますけど、使っていったら、いい感じで行けるみたいです。で、なんだろう、これ、料金がね、今、Google で調べたんですけど、料金は出てこないんだけど、大丈夫かな？怖いけど、無料道路なのかな？自動車専用道ってことなのかな？ちょっとわかりませんけど、だとしたらめちゃくちゃいいですね。ありですね。ということなんでね。まあ、とりあえず、どちらにしろこっち使った方が相当良さそうなんで、こっち使っていこうと思います。で、もう一つね、その衝撃的なニュースっていうのが、高速道路のね、状況なんですけどね。どれぐらい良くなったのかな、聞き通るようになったのかなと思ってたんですけどね。今ね、新名神は通れるようにはなったらしいです。ただ、その先のところで結構事故やら何やら京都周りとかでめちゃくちゃ起こってるらしくて、結局大渋滞してるみたいですね。で、さらに入ってきたのが、実はさっき通ってきた、美濃から、高橋か。あ、違う、高須か。高須インターの間、高い橋って書いて、高須でしたよね。高須の間、だから白鳥とか、あなたのところですね。一体、完全に、通行止めになったらしいです。危ねえ。もうね、朝過ぎぐらいからダメだったらしいです。危ねえ。まあ確かに雨ぐらい降ってましたからね、結構ギリギリセーフで実は通過していたってことで、今回かなり、あれですね、危ない橋を、渡りながら、うまいことをなんとか渡り切ってきてますね。これは悪運が強いというのか何なのか。よし。まあそういう感じらしいので、まあとりあえずもうじゃあ、すっとすぐ向かっていきましょう。で、あまりにもね、富山らしいものを、買わずにこの松山を去ってしまうことになるんで、何かないかなと思って、一応地酒は買っときました。こっちの方なんでね、地酒美味しいですかね。立山ですね。なんか他のところにも返してた気がするけど、まあ一応、地物のね、やつってことなんで、これで行っとこうかなと思います。でも、七尾駅出たら、そっから右、インターから右曲がっていったら、もう市街地の案内も出そうなんで、そのまま行きそうなんで、よし。七尾駅の方向かっていきましょう。七尾からの問題は、電車なんだよな。和倉温泉行って帰ってくるとして、七尾駅今から行って、15時32分、1時間半後のこいつに乗れればいいかな。15時32分のに乗るっしょ？ 15 時38分に和倉温泉に着くっしょ？ 38 分に和倉温泉に着いたら、8分で折り返してくる？出ないと1時間半持たないといけないもん。きつくね。ちなみに、七尾駅から、和倉温泉駅から、和倉温泉駅から七尾駅前までは、歩いて1時間、歩いた方が早いっていうオチか。きついね。バスかなんか走ってたらもうバスでもいいやって気分になるよね。それか、駅前に温泉施設ないかな。ないかな。まあいいや、七尾まで行ってみよう。行けば何かあるさ。今のところそれで成功してきてるし、よし、それで行きましょう。あ、熱い。やばい。まや、熱いじゃん。チンチンや。マジで。マジで、そんな熱いの？
なんということでしょう。暑いでございますわ。あと、そうですね。そっちの方向かっていく前に、腹をくくりましょう。180円のガソリン入れよう。正直、この先、多分、奥に行けば行くほど明るいに決まってるんで、ここに入れるとこ。よし。ああ、遅くって。ここで。あれか。ここはセルフじゃないのか。よし、セルフのところにしようね。せめてセルフのところにしようよ。そういうことがなかなか早く GM まで言ってんだ。さすがにそういうことだよね。ああ。え、でも待って、あるのかな、セルフ。この先セルフあるのかな。七尾にセルフあるか。ちょっと怪しいな。顔を描きた。怪しいなぁ。あるか怪しいなぁ。まぁ、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 まあまあ、大丈夫かなこれ。期末なんてもんじゃないよ。ちゃんと3月ぐらいはちゃんともう不安あるよこれ。これかな。スタッフォーだな。これで、中に入って、TGCA と何やるのかな？君七尾は300メートルの中でも行ったよ。これは、もしかして、これはもしやして、あ、無料区間でございますか？マジっすか？やっぱ無料だから？維持しねえもんな。ゲートがないもんね。あらー、マジっすか。いいんですか。